毎朝日が昇る頃ベッドに着くのよ。太陽は体に悪い、そう思ってるみたいに。一体誰が片付けるの？夫は芸術家なの、私が支えてる。ひらめくインスピレーション与えてあげるの。でも夜が来たならダンスパーティー、嫌いな少女、それが私だった。勉強嫌いで努力ができない、そう今も変わらない。ママは言ったわ、お前は乞食になる。構わない、私はお前の未来は暗いと言われた。時間が惜しいのよ、夜はだ